8月11日午前中の取引を終えました。日経平均株価は先週末の終値に比べて535円55銭高い 15,642 円53銭で終えています。上昇率にしますと 3.5% でした。トピックスも 3.5% 高です。 42.47 ポイント上昇し 1252.35 で終えています。新興市場もしっかりで、マザーズ指数が 1.7% 高、日経ジャスダック平均は 0.9% 高となっています。東京市場すべての指数が上昇していますが、特に大型株、東証一部の主力銘柄が買われていまして、日経平均とトピックスが群を抜く上昇率になりました。双方 3.5% 高です。日経平均の冷やしチャートをご覧いただきましょう。こちらであります。日経平均株価午前中 3.5% 上げています。参議院選挙、事前の予想通り与党が大勝しましたが、参院選後に株価がこの 3.5% 程度動いているというケースは極めてレアでありまして、過去の10回の参院選の投票日翌日には 2% 未満というのが、過去10回すべての参院選 2% 未満でした。今日は参院選にしては珍しく株価が動いているというのが今日の水準動きであります。冷やしチャート見ていきますと、ブレグジットで下げた後6日連続6連騰をして戻しかけましたが、先週末火水木金と4日続落で終えています。今日は先週の水曜日に開けた窓を埋めるような大きめの陽線が出現しています。参院選で与党が勝ったということで、アベノミクスが信任されたと、そうしたことで今後日銀ですとか、それから景気対策が動きやすくなると、事実上フリーハンドを得たと、そうした見方が多いようです。経済対策、すでに安倍首相が支持したと伝わってきていますが、このあたりも買い材料になっているようです。今日日経平均500円高して午前中の取引を終えています。こうした中で、ほとんどのセクターが買われています。こちら7974任天堂です。先週の金曜日、このように窓を開けて25日線5日線上っ離れて買われていますが、今日も引き続き大きな窓を開けて大陽線が出現しています。一番高いところで2万飛び270円と、こちらはストップ高を交えながらの今日の年初来高値更新になります。相変わらずポケモン GO がアメリカで好調ということで、金曜日の日ポケモン GO が1位になったというニュースでこのように買われましたけども、今日で4日連続の1位、アプリのランキングで1位ということであります。このあたり、東京市場全般買われていますが、引き続き資金が流入しています。今日は一時ストップ高交えながらの動きとなっています。東証一部ほとんどの銘柄が買われている中で、逆行安しているのがこの銘柄9508の九州電力です。九州電力は今日窓を開けて売られていまして、一番安いところで912円と、こちらは年初来安値更新、さらにレンジでいうと3年ぶりの安値ということになります。午前中は 7.6% の下落で終えています。こちら選挙は選挙でも、鹿児島の県知事選挙が昨日ありまして、仙台原発を止めるべきだと訴えている新人の候補者が当選しております。このあたり、今後の原発政策どうなるかと、仙台原発どうなるかといったところが売り材料にされているようです。今日は九州電力は逆行安で3年ぶり安値となっています。東京市場、参院選の結果を受けてなんでしょうか、経済対策などに注目が集まっていまして、大幅高というのが午前中の動きでした。以上、東証アローズよりお伝えしました。